後藤の現場。今日は200年前の、木材を使ったバイオリンを作っている工房さんにちょっとお邪魔しようと思ってます。実はそのカメラをに来てもらう前に自分だけ一回行ったんですけど、もうそこでビビってくる楽器に出会ってしまって、ちょっと行ってみたいと思います。よろしくお願いします。着きました。バイオリンの工房の陣工房さんお邪魔したんですけれども、一番わかりやすいのは多分ここを見ていただけるともうね一目瞭然だと思うんですけど、多分ねバイオリン関わってない人は全部ああバイオリンが8本あるなって感じだと思うんですけど、もう全然違うんですよ。実際に音を出してみるとこの中の1本がもう音に聞き惚れてしまって、バイオリン制作者のこのジン・チャンヒョン、ジン・チャンヒョンさんもうね2012年にちょっとお亡くなりにはなられてるんですけど、韓国の方で、詳しくはそのジンさんの娘さんのあのね来ていただいておるんですよ。はい、はじめまして、娘のジン・チャン・スクと申します。チャン・スクさん、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそです。すいません今日急でとんでもないです。あれつはい、頑張りますそうで韓国の方なんですよね。そうです。で、なんかそのバイオリンを作るきっかけになったのことってあるんですかね、そのお父さん。はい、まず一番初めにバイオリンとの出会いは、父が子供の頃に村によく薬売りさんがやっていて、その方がバイオリンを弾きながらこう面白い話をしながら薬を売り歩くわけですね。で、父はなんだろうこの音が出る楽器はって言ってついて回って、で最終的にそれがバイオリンだっていうことを人から聞いてわかるんですけれども、その後に父の家に当時日本から来た小学校の先生が下宿をしておりまして、担任の先生になるわけですけれども、その先生がバイオリンを持っていらして、でバイオリンで工場の月ですとか桜桜をよく弾いて父に聞かせてくれたそうです。それが一番初めの出会いですね。それからそのうち日本の方に留学という形で日本に師がやってきまして、はいはいはい、でまあいろいろ勉強してさ、大学卒業して教員の免除も取って、まあ、いずれ 教師になろうと思ったみたいですね。ですけれど、まあ、ちょっとその、まあ、戦後ですから就職なんですから途方に暮れていた時に、大学の講堂でまあ、ロケット、まあ、博士でもある教授の方がまあ、ストラトバリウスについての講演を含めてするということで、まあ、ちょっと興味があったものですから、バイオリン、そうです、ストラトバリウスのことですから何を話すのかなこの人はと思って入った時に、その先生がロケットを飛ばすことよりもストラトバリウスを再現することの方がもっと困難であると、そういう話をしてくださったんですね。なるほど。でそれを聞いて父は、待てよ、ストラトバリウスだって人間だと、俺だって人間なんだから人間が成し得たことはできないわけがないと、そういうことでよしやってみようっていうふうに、無謀ですけれども、やっぱり若かったからよしやろうと思って、新卒の年ですもんね。そうです、もう。それでさてバイオリンを作るためにはどうしよう、まあ、弟子入りだなと思って、まあ、長野県の方に制作者がいるよっていうのを聞きつけて、で訪ねていくんですけれども、弟子は取らないと、でもここまで来ちゃったんだしどうしようって思ってよし、じゃあもうこうなったら自分でやるしかないって言って、はいはいはい、1冊だけあったそうですね、バイオリンの作り方という本が、英語の本なんですけど、まあ、辞書を引きながら自分で全部訳して、で道具も自分で一から作って、で出発点は長野県の木曽福島町というところです。木曽、そうです。それからそこでバイオリンを制作し始めて、そこからまあ母と出会って結婚して東京の方に出てきて、ここ仙川で東邦学園がありますから、はい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 、ここに来た方がいいんじゃないかという東邦の教授の篠崎先生からのアドバイスを受けて、こちらに住居を構えて、今日60年近くなりますけれども、やっております。じゃあもうその基礎で、はい、一から始めて、もうそこからもういきなりこっちの東京に出てきて、ずっと長年続けてきたんですね。そうです。へえ。
篠崎先生という方に出会って、もう恐れ多くもと思いながら作った楽器を持って、たくさん持って20丁持って東京にやってきて全部断られて、買ってくれる人もいない。でも最後の頼み、あのどこだと思って篠崎先生のところに行って見せた時に、全部丁寧に見てくださって一言、全部買いますと、全部買いますと、あの置いていきなさいと言って、その時も本当に先生が神様に見えた。そうですよね。でその時に、今から東邦学園というところに子供のための音楽教室というものを作りますと。で子供の分数楽器が必要になります。はい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 、分数楽器って、あの子供って、子供の楽器です。背がちっちゃいから、あのこの腕のリーチがどんどん大人になるにつれて大きくなっていくじゃないですか。なのでその子供用のバイオリンってもっとちっちゃいんですよ、若干。あの16分の1、8分の1、4分の1とかいろいろあるんですけど、そのね、分数、ね、分数楽器って言うんですけど、その何分の何って言ってるんで、その分数楽器をあの作れるかいって言われたもんですから、作ります先生って一言、もう本当即決して、そこからまあもちろん大人の楽器もそうなんですけれども、子供の楽器から大人の楽器まで全て必要になってくるからというお話で、あの作り始めて、まあ東邦学園とはもう本当にその頃からのずっとお付き合いですね。長いお付き合いで、その分数楽器を使ってあのコンクールで優勝して、今国際舞台で活躍してる方も何人かいらっしゃいますから、あの父の分数楽器は、子供用の楽器は、もういろんなその演奏家の人生のもうスタートをあの切った、あの大切な楽器ということで、あの伝説の分数楽器って言われてるぐらいですから、あの本当にいいお仕事を、あの仕事を父はあのしてきたんだなって。まあでもそれがね、今この例えばこの海峡を渡るバイオリンをね、なんかもう草薙くんがあのフジテレビさんの方でまあドラマにしたいというお話いただいたり、まあ小学館のビッグコミックから漫画にしたいといういろんなお話頂戴して、あの本物じゃなかったら絶対そんなことになんないですもんね、絶対に。だって草薙くんですよ、あのなんです。もう何回かお会いしたことあるんですけど、ね、ここに草薙くん来てたんですよね。そうなんです。不思議って、私たち家族もテレビに映ってる人がいる、目の前にっていう感じで、みんさんが作ったバイオリンが、ね、その草薙さんも、草薙さんっていうか草薙くんも、ね、手に取られたということなんですけど、それが今、ね、こちらに並んでおりますんですよ。こっちの4丁がそうですね、父の楽器で、これはあの1964年に制作された楽器です、うんうんうん、ちなみに私の生まれた年の楽器なんですけれども、あそうなんです。すげえ。まだこの段階だとまだ試行錯誤しているあの作品ですね、一生懸命。うーん、1964年となると、だからバイオリンとしては若いじゃないですか。そうですね。だけどこの使ってる材料が、自体はかなり古いものですね。あの100年から、まあ、中には200年近いものもございますし、まあ、兄の作品も同じように父のと同じ古い材料を使って制作されているものです。これはもう後期になってきますけど、2007年2009年っていうふうになってますけど、だんだんこちらぐらいになってると、だいたい自分が考えている考え方がまとまって、自分が理想とする楽器をやはりもうかなり完成度高い状態であの制作できてるなっていうのは私たちも見てて分かりますね。その音響の勉強から何からもう何までもう頭に叩き込んで作られたって、ね、もう遠回りしながら、もちろん原材料のこういう木材の勉強、これに塗るニスの勉強、それから音響工学、そういったものもあのかなり幅広く研究してあの来たので、ちなみに余談ですけど、父はあの学会誌あの論文を提出いたしました、あの音響学会誌に、あの各大学に図書館にはちゃんと置いてありますので、もし興味がある方はあの閲覧してください。そんな感じですね。いやもうなんかもう NHK みたいな感じになってすごいですよね。もう情熱がないと絶対無理ですもんね、こんなの。
CD もせずに、ね、そうですね、当時やはりあの学校はもちろんなかった、今でこそね、あの制作者スクールってありますけれども、市の時代っていうのはそういうことが全くなかったんですね。もうだから自分でやるしかないっていう、戦後本当に大変な時になんかこんなことやってみようなんて夢を抱いて、あの、ね、大志を抱いてね、それを本当に実現した、うん、精神がすごいですよね。本当情熱の塊で、最後までも本当その情熱って年を取っても変わらなかったし、あの今日いろんな本を読んだりとか勉強したりして、あのでも楽しそうでしたね、作ることがすごく楽しいって。あのあれだ、うん、ジャニーさんと一緒だ。そうだ、ジャニーさんと一緒だ。そうなんですよね。あのもう一番よく言っていたのがね、心の底から涙が溢れてくるような、そんな感動する楽器を作りたいと。いや、もうそれをあの伝えることができたら、もういつ死んでも構わないって、よくそういう話はしていましたね、断ることにね。まあもうね、実際に、ね、私は以前弾かせていただいて、もう心の底に突き刺さってしまってるんですけどね。まさにね、だからちょっと試し弾きさせていただいてもよろしいでしょうか。もちろんです。ちょっと準備します。はい、こちらがちょっと失礼します。片手だけ自分も使わなきゃなんですけど、ありがとうございます。ちょっと調弦を、違うんですよ。同じバイオリン、違うバイオリンか。違うバイオリンなんで。すごい軽く感じる。こちら2004年、すごい軽く感じる。木としては、多分こっちの方が古い材料を使ってると思います。材料としてで、厚みもまだ初めの方頃は試行錯誤してる時ですから、はいはいはい、多分この辺りになってくるといろんな資料が手元に届くようになってきて、かなり厚みも薄く削ってあるような感じがしますね。なんかしっくりくるきます、さっきのより。そうでしょうか、はい、すごい軽い、すごく軽い。わざとそういう風にしてるってこと、素材が軽い、素材が軽くなってるってことですか ね、 これね、測ってみると操作がなくっても、例えば比重とか重心とか、どこにポイントを置くとか、そういうのであの削り方変えてくると、あの同じ測ると実は重さは同じなんだけど軽く感じるとかあるんですね。だからその材料に合ったあの削り方をしないといけない、厚みにしないといけないし、その設計図がいくらあったからってその通りやってもダメなんですよ。だからその材料に合ったその寸法にしていかないと、そのいい
あの楽器が作れない、もうそれはかなり経験して失敗とか成功を繰り返した上で初めて分かるし、これ本人しか分からないんですよ。この材料にはこのサイズで削ればいいとかダメだとか感覚なんです。それはもう長年だから口でこう説明しろと言われてもそれはまずできない、職人技の勘弁で。言えばいいんだろうな、10代後半みたいな音もう元気いっぱいみたいな感じ。だからなんかおのずと、まあ、今ずっと適当に 曲っていうか音出してるんですけど、なんかそういう雰囲気になっちゃう。もう中学生高校生の何も怖くないぜみたいな時期。いや面白いな。こちら2009年ですね。感触とか実際こう押さえると違います。もっとやっぱりまずはなんだろう、そのさっき話した比重とかですね。ここからもう一枚板なんですね。裏がこの継ぎ目がなくてもう1枚、この1枚で使える数百年前の板っていうのがめちゃめちゃ貴重。そうですね、なかなか使えるっていうものないので、もうこれ自体がすごく貴重なんですよね。もう後輩になるとやっぱりもうそういうものだけを選んでいい作品残したいって気持ちもあるから、贅沢に。普通はこう2枚、そうですね、剥ぎが悪いのではなくって、まあ贅沢品として1枚たっていうのは贅沢品なんですね。そう枚数取れるわけではないので、あ、そういう、はい、そうです。あの剥ぎでも非常に目が細やかなものなんかは非常にいい音も出ますし、またそれもまたあの貴重ですよ。これ明らかに音変わってくるか。めちゃめちゃゴージャスになるんですよね。何なんだろう、なんでだろう、不思議でしょうがない。いきなり全部の音がすげえ色っぽくなるし、キラビア使うニスによってもう音響ってかなり変わってきちゃうから、もうこれも失敗繰り返しながら、あの自然なものしか父は使わなかったんですね。いわゆる化学染料というものも同時にこう使っている方もいらっしゃるんですけれども、もう絶対自然のもの以外はダメだということで、かなりニスにかけてはかなりお金かけましたね。だから当初うちの母にすごくもう常に夫婦喧嘩はニスのことでした。なんと買うときに思いっきり買うわけですね。少し買うということを考えない一斗缶買いましてね、もうとんでもない額になるわけですよ。もう言ったらハードしてみたらね、全く経済を考えないと、良いと欲しいと思ったものはもうお金いくら買ってもっていう感覚だったから、耳が痛い耳
耳が痛い。どこもそうみたいですね。耳が痛いよ。こだわりがある。こだわりがもうどうしてもやっぱり、ね、職人っていう意味でね、やっぱり。そしてこれが2007年の一番ヒットしてしまった楽器です。